はい、それでは通算2000勝を達成されました長嶋太郎騎手にお話をお伺いします。おめでとうございます。ありがとうございました。久々の紋別の短期騎乗での2000勝達成ということになりましたが、ご気分いかがでしょうか。そうですね、地元ではね、本当皆さん応援してくれて地元でやっていけって言ってくださったんですけど、まあ達成することができずこっちまで来たんですけど、まあ、ここでも本当にたくさん騎乗馬用意していただいて、本当に順調に勝ち星も、積み重ねて達成できて本当に嬉しく思います。はい、まあ、これでもう兵庫といえば2000勝といいますとゴールデンジョッキーカップがありますので、その権利も得たという形になりますね。そうですね、もう今年の選考はちょっと終わってるらしいので、またそうですね、来年以降自分がもっとレベルアップして呼んでもらえるように、はい、頑張りたいと思います。今週末は JRA の騎乗もありますし、まだまだ長嶋騎手自身いろいろ楽しめるところあるかと思いますが、いかがでしょうか。そうですね、本当に光栄なことでね、なかなかJRA のね、芝の競争乗れることがないんで、すごく楽しみにしてますし、充実あるレースにしたいと思います。それではですね、この映像おそらく兵庫のファンの方もご覧になっているかと思いますので、ぜひ長嶋騎手から一言メッセージをお願いしたいと思います。そうですね、本当に園田で育てていただいてありがとうございました。達成するところは別でしたけど、本当にこれからも全国というか日本一体として競馬人として関わっていきたいので、またよろしくお願いいたします。はい、2000勝達成長嶋太郎騎手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。